なんとさん今見てます？視聴に入ってないから。ああ。いやそうですか。今3人ですね。だから僕が入ってるから2人来ました。じゃあちょっと始まりますみたいな感じで。青いそうな青いの意味も。いいですか。はい、皆さんこんばんは。アキラのタロットカフェですね。ありがとうございます。今日はギャラリーがいっぱいいる。はい、もう今日2月の13日ということでですね。今こちら焼津のですね、ASICさん。うん、というですね、焼津駅から本当に近くの、ここは駅南なんですよね。最近覚えたんです。どっちが北、どっちが南って。最近です。そうは南がこっちかっていうですね、そういうの今駅南からだから配信をしているというですね、ということであります。はい、もう2月の中旬になりましてですね、もうタロットカフェ、自体は8月から始まりましたので、もう半年になるんですね。でさらに言うとタロット占い教室、こちらの ASIC さんで、やってる教室はもう1周年なんですよね。本当にここの青木さんとはですね、まあ、1、2週間続いたらいいかななんて話は実はしてたんですけど、気がつけば1年やってたというですね、まあ今後こう頑張っていきたいななんていうふうにですね、思っているんですが、今日はですね、ゲストの方また来て、くださっております。今日またちょっといろいろ聞きたいことがですね、もう今日本当に僕も初対面なんですけども、登場していただきましょうか。もうまず名前からですね、ラチアツユキさんです。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、あ、こんにちは。どうぞ。はい、あ、こんにちは。どうも、どうも、はじめまして。はい、山内と申します。あ、どうも、山内。はじめまして。いえいえ、こちらこそ、本当に初めましてですね。よろしくお願いします。お願いします。はい、ラチアツユキさん、あちらにポスターというか。あ、いえいえ、はい、本当にお世話になっております。はい、じゃあ、簡単に自己紹介。あ、そうですか。はい、焼津のですね、はい、まあ、居住を持って焼津に生活しております、ラチアツユキと申します。はい、まあ、仕事はいろいろやってるんですけども、はいはい、そうですね、皆さん、まあ、一番分かりやすく言えば、一つは議員をやっております。あ、はい、議員さん。そうです、はい、そんなことで、はい、いろいろと、市民の声ですとか、はい、県民の皆さんの声ですとか、はい、いろんなところでですね、仲間も増え、はい、いろいろと自分なりに毎日がですね、充実した日々を送らせていただいてます。はい、はい、議員さん、焼津の市議会。あ、市議会議員はですね、はい、平成7年の2月から、はい、ずっと4期16年間やらせていただきました。はい、素晴らしいですね。ベテランですかね。いやいやいや、そんなことないです、本当に。じゃあ今も焼津の市議。今はですね、昨年の4月の、はい、統一地方選挙で今度静岡の県議会議員の方へ、はい、立候補させていただきまして、今、はい、ひよっこの1月で、毎日日々精進しております。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今ですね、はい、こちらのパソコン、今こちらのカメラがありまして、これがですね、今こうやってやるとですね、こういうふうに映っておりまして、これはツイートキャスティングと、はい、言いまして、ツイッターというですね、はい、ツールを使ってですね、はい、動画を配信するというものがありまして、はい、これ今世界に配信されております。あ、本当に。で最近はFacebook の方のもですね、はい、Facebook がやられて、まだ本当に立ち上げて、ね、あ、そうそうです、本当にまだ、はい、ポトンポトンポトンって感じの、はいはい、まだ動きしかないんですけど、はい、Facebook のですね、やってる人もこれ
できるんですよ。あ、はい、パソコンとですね、はい、あと iPhone でもそうなんですけども、はい、うん、あとこういうカメラがあればですね、はい、できてしまうんですけども、はい、今こちらのカメラとですね、はい、もう一個ですね、今度こちらの下の方のあの青い枠のカメラとですね、はい、あと上の方にももう一個カメラがあるんですけども、ね、そちらがですね、Ustream と、ね、言いまして、はい、最近はよくインターネットテレビっていうふうに言われているですね、はい、もう今あちらにこうですね、今配信の道具、ね、道具があちらにありますけども、なんかパッと見るとなんか、秋葉原のなんか電気街のなんかちょっといろんなカメラのはい、なんか販売をしてるような感じですね。ああ、ここがですね、そうですね、なんかスタジオみたいですよね、三脚がこういっぱいあって、はいはい、ですよね、あんまり 裏のこと言っちゃいけないのかな、はい、で、今ですね、こういうふうに下の方にですね、2人視聴中ということと、合計視聴数、はい、10名ということです。あ、はい、ありがとうございます。10人の方がここに見に来てくださって、はい、今同時に2人いているというふうなですね、はい、そんな状況です。世界配信なので、ですね、世界中にこれが流れているというふうな感じなんですけども、はい、今日はちょっといろいろおっしゃることが、あ、そうですか、ありまして、ちょっとインタビュー形式で今日はタロットカップカフェというですね、はい、番組やっていこうと思います。あ、そうですか。僕自身ですね、はい、こちらではタロット占い、占い師として、あ、タロット、はい、和木さんのところでですね、はい、占い教室やらせていただいたりとか、はい、あとはこう個別にこう占いの鑑定って言ってですね、これ占いをこうやって見るようなですね、はい、のをやって、やらせていただいてるんですけども、はい、うん、それで、うん、はい、そうなんですよ。それで、それにまつわる、まあ、最初は番組ということで、はい、なんですが、はい、ゲストの方来てくださってる時はやっぱりゲストの方にいろいろお話をしていただこうと、あ、そうなんですか、いうことでですね、はい、なのでちょっと僕もすごい興味津々なんですよ。はい、もう、ま、前市会議員を4期なんですよ ね、 16年間ですね、はい、そもそもはですね、はい、なぜその政治の世界へっていうのは、はい、もしお話しできるので。あ、そうですか。もし、はい、そうですね、はい、まあ、20代の時、はい、まあ、私も福祉の仕事もしてまして、あ、はい、老人福祉の仕事の中で、本当に、まあ、弱者といいますか、いろんな苦しみにもがいている方が大勢、はい、その声を聞きましてですね、やはりそこの行政官との中での、スムーズなキャッチボールがうまくいかない、はい、まあ、そういった中でですね、まあ、一つなんとかその風穴を開けていきたいなという点と、はいはい、私自身、祖父とですね、はい、まあ、両親と生活してる時間よりも、祖父と生活する時間の方が長くてですね、はい、中学1年からもずっと私は、88の祖父と、あ、ごめんなさい、祖母と、はい、それとその祖母のやっぱ妹が疎開して親がいなくてですね、はい、要は、まあ、兄弟なんですよね、おばあちゃんとそのおばあちゃんの妹と3人暮らし、はい、だから88歳と82歳とそこに中学校の私が入っての生活をずっと、はい、してきました。まあ、そんな中で、ちょうど中学3年の終わりの時ですかね、はい、まだ覚えてるんですけども、ちょうど春先に脳梗塞でこたつの中で、まあ、あの時も脱水症状もかかったのかなと思うんですけど、はいはい、脳梗塞になりまして、で寝たきりでずっと仕掛け5年間、父親と今度は介護をしてきました。うん、まあ、そういったいろんな思いの中で、これは一般の、ご家庭の皆さんはどうやって介護してるのかな、うん、なかなか当時、そうですね、昭和まだ50年のですね、はい、まあ55年になるわけですけども、頃の介護というのは非常に今みたいな状況で環境でなくてですね、はい、本当にね、なんて言うんだろう、介護商品を一つ取ってもそうですけど、紙を持つっていうのもなかなかないような時代なんですよね。あ、そうですか。ですから、はい、自分たち家庭で使ってる洗濯機を、はい、要はおむつ用に一個格上げしてっていうか格下げして、はいはい、で自分たちは一つまたしょうがなく洗濯機を買ってっていうね、はいはい、分けて洗濯をしながら、
ですから晒しを洗ってはこのような真冬の時にですね、今最近温暖化でね、そんな感じないかもしれませんけど、はい、昭和55年の頃の寒さっていうのは、そうね、夜の例えば中旬頃物干し台に晒しを干すんですけどね、やっぱ朝パリって凍っちゃってるんだよね。そうなんですか。やっぱそのぐらいやっぱ寒さが今は違うのかななんてね、はい、そんな経験もしました。静岡の話です、ね、そうです、静岡です。そうですか。あの北海道でもなければ、はい、そうなんです、はいはい、この地域の話なんですけどね、そんないろいろなことでね、はいはい、感じましてね、なんとかもう少し自分の中で、幸せ、まあね、福祉イコール幸せですから、はいはい、幸せなる社会を築きたい、はい、築いていこうという思いから、この、まあ、政治の世界と、まあ、地方政治のですね、小さなところから飛び込んで、はい、今日に、至ると、はい、そういうことですね、はい、で、4期続けておられて、はい、それで今度は県会の、そうですね、はい、そのなんかきっかけみたいなのはあったんですか。そうですね、まあ、4期の中でも、まあ、本当に、大勢の皆さんにですね、はいはい、支えられて、本当に感謝の気持ちでいっぱいなんですけども、その間、まあ、議員の世界というのは当然いろんな役職があって、それなりの職務を果たすわけでありますけども、まあ、一つはの議長という職をですね、はい、まあ、本当に若い中でよく議長ができたななんていうふうに自分でも、自分で自分を感心してはいけないんですけど、いえいえ、結構ね、周りの方からよくそういう声をいただいたことあります、はい、そうですね、いろんな方いるからですね、でもよくやれたね、でも頑張ったなとかね、はい、結構そんなこと、はい、またそれを、まあ、一度の経験を、もうそうですけど、二度の、ね、経験させていただきましてね、なんかヤジみたいな飛んでくるんですか。いやー、そんなヤジとかない。僕は本当にね、はい、皆さんには本当に温かく感謝です、本当に可愛がってもらいました。あ、本当に本当に、今まで感謝です、はい、ですからそういうおかげもあって今あるなと、でやっぱまあ、いろんな会合がありましてですね、議長会でも県下、全国議長会とか、はい、まあ、そういう中でも本当にいろんな同志仲間、はい、それと焼津はの水産の町なんですね。あ、はい、そうですね、水産で特定第三種漁港といいましてね、はい、まあ、そういった水産の抱えている経済を持っている焼津以外に他にもいくつか町があるんです、はいはい、まあ、今回被災してしまいました。非常に私もなんとか早く復興していただきたいという思いでいるわけですけども、はいはい、石巻、塩が、まあ、気仙沼、はい、まあ、八戸の方もですね、被害を受けたりしましたけども、そういった港の同士の皆さんとですね、はい、あとは九州に行けば枕崎ですとか、下関ですとかね、はいはい、方々にそういったまた、議長会のですね、仲間とですね、はい、結構本当に、連携を取らせてもらって、はい、その中でも、あ、これはやはり、もっと県を挙げてやっていかなきゃいけないことが多くあるな、はいはい、それ以外にもですね、やはり、市ではどうしてもその声の限界があるなという中で、はい、それを県政の場から、地方はですね、はい、戻させていただきたいなと、まあ、そんなことで、自分は、16年の経験のもとで、はい、新たな場所をまた移させていただいて、はい、今そこでの、また取り組みさせていただいているところで、はい、あ、素晴らしいですね。いやいや、そんなことないです、本当に。あの、こう政治、いや政治家なわけじゃないですか、大まかに。そうですね、まあ、政治家っていうよりも、あくまでも皆さんのご意見、また気持ちというものをしっかりね、受け止めて、それを自分はただ、発言をさせていただき、また自分の中でその政策に、絡めてですけども、それを伸ばしていきたいなと、まあ、そういう中でありますから、はい、自分の中ではそんな、なんですかね、大それた、なんかね、はい、あれあれか、皆さんと一緒になった同志という気持ちでいますけどね、はいはいはい、もう結構長くこう議員さんやってられてですね、はい、そのやったばっかりの時と、はい、こう今現在やられてることとかと、はい、なんかそういう心境の変化って何かありますか。心境の変化というか、私はね、それこそ今から17年前に、
ひよっこでスタートしたわけですけども、うん、当時の先輩方は本当にね厳しい方もありました。あ、そうですか。昔はやっぱそういう上下関係の厳しさっていうのがね、うん、はいはい、やっぱあったですよね。あ、そうですね。ですから、うん、なんて言えばいいんでしょう、うん、上着一つにしても、はい、しっかりネクタイをしろよとかね、はい、議場のとこでは、あ、いや今ネクタイしてないから言うわけじゃないんですよいやそうじゃないです、そうごめんなさい、いやいやいやそうじゃないです、あくまでも、ね、その議場の中の話なんです。議会の中でもですね、やっぱ身なりをしっかりピシッとしなきゃダメだって、うん、結構そういうのはね、はい、で、あくまでも皆さんの代表の、先頭に立ってるんだという気持ちを忘れなって、結構そういったことを、はい、昔の先輩方からよく言われました。だから私は若い時は、はい、若い時って言いますかね、最初の時は上着脱いでちょっと後ろの椅子に引っ掛けて、よいしょってそういったこともあるんですけど、ね、そしたらね、スポーツといえばビビビビビってホイッスル形式ないけども、はい、上着着なさいっていうね、あ、言われるんです。やっぱそれしっかりそういうこともありましたね。ですからまずそういう点からすると、はい、ね、ある中今いろいろなお考えもあるかもしれませんけどね、はいはい、まあ、しっかりしなきゃいけないなっていう気持ちは、その時からこう先輩方から、はいはい、教わってきてる、まあね、今の方はそうじゃないっていうわけじゃないんですけども、はい、結構そういうところでは、感謝のしてるところが多いと思います。あ、生まれてきてこう成長していったみたいなんですね。そうですね。だから夏でもちょっと、はい、まあ、クールビザクールビザあるんですけども、ちょっと自分にとっては、やっぱ自分はネクタイをする、はい、ネクタイ派なんですけどね、はい、正直まして、はいはい、汗かいてでもしっかりぎゅっと首を締め、はい、首元を締めとけっていうタイプなんです。はいはい、あ、素晴らしいです。だからちょっとなんだっていうふうに思われるかもしれませんけど、タイプ的にはそうなんです。素晴らしいことです。はい、で、すみません、これですね、今4時30分から始まった30分の番組でですね、はい、いっぱいお聞きしたいことがあるんですが、はい、今ですね、まあなんかいろいろ聞かせていただいてですね、うん、こうなんか、うん、5年後とか、なんか、拉致さんの中のビジョンみたいなものってあるんですか、将来の。あ、そうですね。総理大臣と、まあ、いやいやいや、そんな、ちょっと大きく出ちゃってる、まあ、いやいや、そんなじゃないですけど、まあ、本当に自分としては、うん、今、県政の立場からでいうと、はい、少しでも市民の、県民の、まあ、国民のですね、それぞれこう今、いろいろ言われますよね、孫へ借金をね、渡してこないようじゃないですけど、うん、そういった皆さんの税金を大事にしっかり、使わせていただく、そういった気持ちで取り組んでなければいけないなと、はい、それがね、割とちょっと、はいはい、うん、そうじゃないようなとこもね、うん、あるなとかも感じますけどもね、こうなんか今すごい大変な時期っていうか、まあそうですね、自分があの17年前に、ね、の時は、ね、阪神・淡路大震災の時だったんですよ。あ、そうですか。自分が、はい、市会議員になろうと思った時にですね、うん、今回はちょうど 3.11 とまた、なんか災害について回られてるなっていう感じはするんですけども、はい、本当にその災害を早く復興する上での、うん、はい、やはりまた起きては困ることなんですけども、うん、その時に備えてのですね、はいはい、やっぱしっかり二段構えで、うん、物事をちゃんと描いておかなきゃいけないなと、はい、思いますね、思いますね、はいはいはい、あ、ぜひ、将来は、はい、いやぜひ頑張っていただいてなんて僕が言うのも変だけどですね、ぜひまたなんかこういう番組とかですね、ご興味あったら、青木さんとかももうスペシャリストですね。ぜひなんかいっぱい喋っていただいて、こう発信して、はい、いただけたらなんて僕が言うのも変ですけどねと思うんですよ。はい、僕はこう占い師なので占いしかできないんですけども、はい、占いとかは荒地さんは、いや、よくあの、うん、駅とかですね、ちょっと、はい、なんかろうそくの灯されてるところでのですね、よくなんかね、よく昔でイメージですね、占いって言ったらなんかそういった、はい、そういうところのですね、どうでしょうかって時にちょっと、はい、なんか自分のこれからっていうかね、なんか
時には心の支えになるのかなとかね、気持ちの上でのと、はい、っていう、ね、はい、やはり、気持ちの時ってありますけどね。ああ、じゃあまた機会があったらですね、はい、ぜひ受けていただけたら。あ、ありがとうございます。きっとですね、すごいすごいいいカードが出るんじゃないかなっていう予感がしてるんですよ。ラチさんそうですか。そうですか。あの、そうなんですよ。ワンカード、ワンカードやってるんですかちょっと延長しちゃうかも。そうなんですよ。あの、結局ですね、今僕ラチさんにお聞きしたことってですね、なんで政治家やってもうこう議員さんの道を選んだんですかっていうところ、あとそのやってみて何か変わったことありますかとかですね、そして将来のビジョンというですね、この3点実は聞かせていただいたんですよ。あの、これなんか、あの、占い以前のあれなんですけども、何をやるにしてもですね、こう占い師になるとかですね、何かをやるとかですね、そういう時にですね、この三原則ってすごくですね、僕大事にしてるですね、逆にそのビジョンとかそういうの持ってる人ほどですね、物事うまくいったりとかですね、またはそういう強運の持ち主だったりとかですね、そうすると自然とカードの内容もすごくいいものになるというですね、まあ、もちろんあの人間ですので、いい時もあれば悪い時も、あるんですけども、はい、あのちょっとですね、はい、こちらのカードですね、はい、うん、トランプとかをこう切るみたいにしていただいてですね、はい、それでちょっと一回こうやって置いていただいてもいいですか。切っておくんですね、うん、はい、ちょっと簡単にこう1枚のカードで占いなんですけども、悪いの出たら申し訳ないですいい、昨日はあの子供とカードで遊んではいたんですけど、はい、全然違う、はい、カルトやってました、はい、あ、そうなんですか、はい、こういう風にしてですね、で1枚のカードでめくるとですね、ちょっと僕めくらせていただきますね、はい、そうするとあのこういう風にですね、まあ、こういう絵がありますので、はい、あのそれでですね、あのこう運勢とかそういうのを、見るというですね、そういうのがタロット占いというものです。ちなみに、エンプレスといって、はい、女帝というカードが出ました。うん、はい、今拍手、青木さんから起こってますけど、はい、素晴らしいカードなんですよ。あ、そうなんですか。はい、あ、これ見てどんなイメージとかあれですか。そうですね、この人どんな人だろうみたいなです、ね、この人どんな人だろう、はい、なんか、温かくつく、はい、包まれ、はい、包んでいただく、そういったまた幸せな、うん、なんていうんですかね、はい、世界っていう世界、うん、はい、そういう、はい、パッとそんな感じ、そうです、はい、その通り、はい、まさにそういう意味なんですよ、うん、だから、ラチさんがそんな人かもしれないし、そういう人が集まってくるとかですね、これから女性のこう不安じゃないですけど、あ、いっぱいこう来るとかですね、そういうのをちょっと暗示するかのようなカードという、あ、うん、なるほど、はい、なかなかこう切ってですね、うん、それでパッてめくってこういう風にってなかなかないんですよ。22枚のカード、あ、22枚、はい、で、ちょっと待ったってめくりますけども、例えばこれ数字が下にいってますので、はい、これ逆さまだとまた意味が違うんですね。あ、意味が違うんですか。そうなんですよ。なので 22×2 の44分の1の確率でこれが出てきたということですね。あの、強運の持ち主というですね、あ、そうなんですことだと思います。簡単におまかに言っちゃいましたけど、でもですね、やっぱりその前のお話聞いててそう思いました。あ、うん、あの、これじゃなくても必ず何かしらのですね、力のあるカードがラジさんには出るだろうな。はい、そうなんですよ。あの、うん、だからですね、もうぜひこう皆さんをこう照らすような、はい、そんな存在に、はい、ぜひぜひ。いや、そう言ってくれば本当に嬉しいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。いい、あの、最後になりますけど、なんか、はい、こう告知とかなんか宣伝とか、あ、ありますか。そうですか、はい、ですね、今度2月の21日から、はい、まあ、静岡県議会議員のですね、はい、2月の議会がスタートするわけでありますけども、はい、2月の29日の、10時半から、はい、まあ、自分の一般質問ですね、うん、川勝知事に向けて質問をさせていただきます、はいはい、ですので、本当に、県民の皆さんにですね、ぜひともその声をしっかりもう聞いていただけたらなというところで、はい、傍聴ができるものですから。あ、そうなんですか。どちらで、静岡県庁のですね、はい、県庁の真ん中に、はい、
うん、街頭がありますので、はいはい、議事堂の中で、行いますので、はい、そちらに来ていただければ何時からですか、10時半から10時半から、ですからちょっと早めに10時ちょっと過ぎぐらいに来てもらってね、あの、あ、議場ってこんなとこなんだなとかね、そんなとこで、皆さんにぜひあの少しでも関心をね、はい、それはあの私だけじゃなくその後もずっと続けてね、やられますから、はい、関心のある、うん、質問を見ていただいて、ぜひあの身近に、はい、していただけたらなと思います、うん、はい、素晴らしいですね、なかなかやっぱりこう僕がこう個人がですねこう言ってもやっぱり変えられるものと変えられないものがある中でですよね、やっぱりその、最終的にこう変えるのは拉致さんとかそういう議員さんだと思うので、そうですよね、いやもう本当にもう素晴らしい、ぜひ皆さんも見に、ですね、議場とか、はい、そう質問ですもんね、はい、国会質問とかよくたまに僕見たりするんですけど、ああそうですね、うん、そうですね、あんな感じでエキサイトするんですか、あ、まあそこまで、まあ、内容にもよりますね、ゆとりも言うまだないかもしれない、あ、もうぜひ戦っていただいて、はい、よろしくお願いします、こちらこそ、はい、ありがとうございます、あ、いやもうこれの通りに、はい、すごくいいんじゃないかなと思います。すみません、終わりにあたりましてですね、僕もちょっと告知を一つだけ、ですね、2月の15日あさって、ですね、12時30分ぐらいからですね、あの西洋食堂パパさんというですね、新静岡瀬の場から歩いて30秒ぐらいのところにですね、まあ、あのレストランがあるんですけども、そこであの昼食ランチ会をですね、開いた後、14時30分からですね、ユーストリームの番組、ここで告知しちゃうのもちょっと申し訳ないんですけども、僕ですね、あの名刺見ると分かるんですけども、あの歌う占い師というふうにですね、クラシックの歌詞もやってるんですよ、あ、はい、ぜひまた聞いて、ああ、ありがとうございます、それでですね、ユーストリームの番組ということでですね、トーク番組ということで、歌う占い師アキラの部屋というですね、の14時30分から、ユーストリームでですね、西洋食堂パパさんで、やらせていただくことになっております。なんかいろいろ言われましたけどね、なんかの部屋、徹子の部屋みたいだとかいろいろ言われたんですけどもあのパクリじゃないですよ、ぜひそちらもですね、まあ、あのトーク番組、歌のこともですね、占いのことも、まあ、ちょっとタロットカフェとは区別してですね、やりたいと思うんですが、ぜひぜひあのユーストリームで、ユーストリームのトップページからですね、タロット歌う占い師で、検索していただけたら、あの僕のチャンネルの方に行きますので、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。ぜひご覧いただけたら、2月15日14時30分から約1時間の番組ということになっておりますので、よろしくお願いします。なんか告知を、はい、いいですか、じゃあちょっと乱流させてください。じゃあ後ろに来てください、男性の間に入らせていただきます。私ね、ラシさんも応援してますし、はい、アイドル市民として、はい、で、アキラ先生ともね、はい、お世話になっております。三崎真由美と申します。です、今日私が持ってきたこのチラシなんですが、実は、チームかぐやと言いまして、チームかぐやってご存知ですか。チームかぐや、はい、あ、なんかすごく、はい、ですねあの県の魅力ある個人のお店を紹介するブログを21人の女性、東部中部西部で21名おりまして、私と、菅奈というものが2人中、焼津藤枝を担当しております。で、今度ですね、この焼津を歩こう、女子力アップツアーということを企画いたしました。はい、この内容なんですけれども、焼津駅を降りて、そしてブラブラと歩きながら、うん、山商亭さんで特別ランチを食べて、うん、そしてドレッシング作りを教えてもらって、はいはい、お土産ももらっちゃってから、このエーシック、まさにこの場所で、はい、なんとアキラさんのなんと、はい、タロット占いをなんとワンコインでなんとってなんかわざと言ってそうなんですね、ワンコインという格安で見ていただけるという、ね、ワンコインでいいんですか、アキラ先生、もう破格でお願いをさせて、無理なお願いを飲んでいただいた本当優しいアキラ先生、見ていただいてから、はい、すぐご近所の石松園さん、はいはい、お茶屋さんで、はい、ここにはあの魚河岸の缶とか
大変ね、焼津を PR するものもたくさんありますので、はい、そこで、お買い物を、まあ、していただいて、あとお茶も飲んでいただいて、そしてお宅に帰っていただこうという、うん、そんな、気軽に参加できるツアーを企画いたしました。うん、これ今一応先着女性5名ということで、はい、期日は2月27日の月曜日、2週間後ですね。うん、はい、あきら先生にもちゃんと時間を取っていただいて、大丈夫です。よろしくお願いします。どこに連絡すればいいか。はい、その、連絡先は私たちのブログチームかぐやと検索していただきますと、はい、応募フォームがございますので、そこからぜひ、はい、皆さん、女子力アップに春に向けてアップしましょうということで、はい、ご応募お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、以上告知でした。また来週も告知に来ちゃうかもしれません。よろしいですか。はい、よろしくお願いします。すみません、失礼します。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ツイキャスの、あ、はい、ツイキャスの方どうもありがとうございました。はい、市川裕二さん、また録画をですね、ぜひご覧いただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、もうすぐ、もう5時ですね。じゃあ、終わるにあたってですね。今日30分だけだったんですけど、あ、はい、どんな感じですか。いや、あっという間の30分です、本当に。はい、本当になんだか時間よ走れって感じですね。あ、はいはい、よくあの政治家の方でもこういうユーストリームっていう番組って やってるんですよね、青木さん。あ、やってますよね。そうですよね。ツイキャスもやってますね。ツイキャスもみんなの党やってましたね。あ、そうですか。あ、やってた、やってた。はいはいはい。まあなんかこうやる、まあなんか法令とかそういうのもあるので、やれることとやれないことって多分あると思うんですけど、なんかこんなのどうですか。あ、ただだし、ただだしっていうか、うん、ですね。お金かかりません。なんで、はい、うん、で、これですね、あの録画とかも、まあ、もう録画残さないっていう方法もありますし、なんか録画してですね、はい、自分のブログに貼ったりとかですね。あ、そうなんですか。するとですね、はい、あの検索、みんな検索をしてですね、あ、あの結構検索の上位にこの動画が上がってくるというですね。あ、なるほどね。そんな美味しいところもあるというですね。あ、分かりました、はい、よかったらまた青木さんに聞いていただけたらと思います。ありがとうございます、はい、本当にこうあっという間でしたけども、今日本当にどうもありがとうございました。どうも本当にありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。あ、ありがとうございます。じゃあ、次回はですね、2月の20日月曜日16時30分からですね、またタロットカフェの方ですね、お送りしたいなというふうに思います。では、皆様今日はどうもありがとうございました。ではまた来週よろしくお願いします。あ、来た来た来た、にゃあ、いいと思う、本当にありがとうございました。どうもどうも、すいません、なんかこんな拙い MC で、いやいや、そんなことない、申し訳ない。Just to change.